皆さんこんにちは、ともに新田です。今日は皆さんからもこれを解説してほしいと言われていたこちら、リオレパチパチ働くメイク落としです。最近 CM でもよく出ていて、泡でメイク落としますよというもので、視聴者さんから本当にこのリオレのメイク落としいいんですか、どうなんですか、先生解説してくださいということが聞いたので、早速購入してみました。こちらがコンセプト自体がマスクをするようになってからやっぱり肌にこう摩擦を感じているという方が多いと。なのでできるだけ摩擦レスっていうことに着目して、そこでやっぱりクレンジングをする時にもこするということを極力したくないんだけれども、すっきり落としたいっていう方が増えているので、そこから着目を受けましたっていうことでした。いつも3つやってほしくないことがあるっていつも言うじゃないですか、美肌のためには。でそれが紫外線、そして乾燥、摩擦、まあ、紫外線はもうね、いつも言ってるんで日焼け止め塗りましょうとか、乾燥もしっかり保湿してくださいねって言うんですけども、どうしても摩擦って知らず知らずにしてるじゃないですか。で特に今ってマスクをしてるので、マスク自体がつけてる位置を絶対摩擦っていうことがないっていうことはないんですね。であとはやはり濃いメイクをしている時にしっかりと落とそうと思ってゴシゴシしてしまうっていうことで摩擦が起こってしまう。なので私自身はね、オイルクレンジングをパパッとつけて乳化させて落とすっていうことをしてるんですけれども、オイルクレンジングがあまり好きじゃないとか、なんとなくそれでも自分が摩擦してるんじゃないかっていう風に不安に思うっていう方がいらっしゃるので、泡のクレンジングいいのかなと思って買ってみました。びっくりしたのがですね、こちら泡で弾けるメイク落としなんですが、実は拭き取りのクレンジングとほぼ中身は変わらないんですね。ビオレの中でもシートでこう落とすやつあるじゃないですか、水クレンジングだったりとか、こう拭き取り系のもの、これの成分自体はそれに入っている界面活性剤がペグ6カプリル酸カプリン酸グリセリズというものになります。拭き取り系の水クレンジングの製品に本当によく使われている界面活性剤の一つで、非イオン系の界面活性剤になるんですね。皮膚の刺激感とか皮膚に対するマイナス点というのは少ないです。実はクレンジング剤としてはそこまで強く取りすぎないものになるんですね。そしてもう一つが PPG9G グリセリルという、これも非イオン界面活性剤なんですね。でこれ界面活性剤なんですけれども、少量入れると保湿成分にもなるっていうぐらい、界面活性剤としてはそこまでメイクを取るというものでもないです。でもう一つイソステアリン酸ポリグリセリル2というものがあって、これも非イオン系の界面活性剤で、これもですねそこまで強いものじゃないんですよ。拭き取り系のクレンジングっていうのは拭き取ることが前提なので、メイクが浮いてきた時にこう物理的に拭き取るという動作を加えることでメイクを落としていくっていうことになるんですね。なのでつけただけでは馴染みはすると思うんですけれども、そこまでこう落ちることじゃない。だから最後こうしっかりと拭き取るということで落としていく、拭き取った後にお水で流していくことでクレンジングができるというものになるんですよ。形状だけ見てると摩擦レスっていうのには程遠いなって思ったんですね。だからなんでこれが摩擦レスを歌えるのかなと思ったのが、ポイントはやっぱり泡にありました。もともとビオレって泡の洗顔料も出してるじゃないですか。この泡の洗顔料ってポンプに秘密があって、ポンプがめちゃくちゃ細かい泡を出すんですね。例えばシャボン玉がパンと弾ける時って、弾く力を要は擦る力に変えていくっていうのをこれでしてるんだと思うんですね。弾ける力が弱い泡だったら絶対落ちないと思うんですよ。なのでこの普通についてるこのポンプがですね、多分濃密な泡プラス弾ける力が強い泡、それを作るしっかりとしたこのポンプがあってこその泡クレンジングかなと思います。本当にやれるのかどうか試してみたいなと思って、リキッドファンデーションを塗ります。リップも塗っておきます。そこに泡を乗せていきます。しっかりとねしてる泡ですね。結構もうしっかり馴染んできてる、クレンジングが馴染んでる感じがします。摩擦をしないように拭き取る、これ多分お水でやればいいだけなので、私今上からしかやってないんです。そうすると結構
取れてますね。ちょっとねこの辺は残ってる感じはありますけれども、口紅とかは全部取れてます。多分これお水でさっとやったらもっと取れると思うんですよね。もちろんこうグーってやったらもっと取れると思うんですが、上から押さえつけただけでもかなり取れてるのがわかると思います。ポイントとしてはやっぱり泡でしょうね。クレンジングとしては先ほどお話ししたように非イオン界面活性剤という結構弱い、お肌にはある意味優しい界面活性剤をいくつも組み合わせて洗浄力を出しているということで、それだけだったらやっぱりこすって落とさないといけないんですが、そのこするという行為を物理的なものじゃなくて泡が弾けるときにやってくれるので、肌に摩擦を起こさないように、だけれども拭き取りのクレンジングの肌に優しいものもいいところと、だけれどもそこのマイナスである拭き取るっていうことを泡でしてくれるということで、肌が弱くてもそこまで問題はないし摩擦レスにしたいっていう方のいいとこ取りをしているクレンジングなんじゃないかなと思います。ただ一つ、じゃあ本当にがっつりメイクをしている人が全部落としきれるかっていうと、そこまではちょっとかなとは正直思います。なぜならばやっぱりその入ってるねクレンジング剤自体がそこまで強くないから。だけれども目元だとかはメイクアップリムーバーで落として、でマスクでそんなにしっかりメイクをするわけじゃないんだけれども、全体的に軽いファンデーションとチークぐらいで、そんなにがっつりメイクを日々してない方だったら本当に摩擦レスで手頃でドラッグストアとかでも買えるので、摩擦が気になるんだけれどメイク私ちゃんと落ちてるのかなって心配っていう方は使ってみてもいいんじゃないかなと思います。やっぱりなんかビオレすごいなと思いました。この価格帯でポンプがめちゃくちゃ本当は高いと思うんですよ。これはビオレ用に花王さんが独自に開発してるんだと思うんですね。フォームがしっかり立つように特殊な泡を作るっていうこのポンプを入れながらのお値段っていうのはかなりコスパがいいんじゃないかなと思います。オイルが残るのが嫌だよとか、もっと手軽にやりたいっていう人本当にいいんじゃないかなと思うし、やっぱり花王さんってちゃんと考えられた上に独自のフォームだったりを開発するっていうのは素晴らしいなと感じた一品でした。いかがでしたか？今日は視聴者さんからねこれを解説してほしいって言われたこのビオレのパチパチ働くメイク落としを解説してみました。美容や健康について以外にも皆さんからもこういう化粧品本当はどうなんですかっていうようなことも解説していますので、よかったらコメント欄にねこれお願いしますとか、あとこの美容法ってどうですかっていう質問いただければすごく嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。